ポケットモンスターミュウツー。それやって何が楽しいのと言われてそうなツチノコです。どうもこんにちは。さあ今回はですね、最後のジム、トキワジムに行ってみようと思います。やってきたぜ。なんで閉まってんだろ。開けごま。まあ違うか。お、なんだよツチノコ、話しかけてくれよ。俺恥ずかしいじゃん。開けごま。そんなことよりさ、ジムバッジいくつになった？7個？一緒だな、さっきも聞いてなかった？あとはやっぱり時はジムだけだよな。なぜか閉まってるけど、ジムに入れないって誰かに相談してみないか？誰がいいかな。そうだな、そこのおじいさんに聞いてみよう。わしゃわからんが。そうですよね、俺たちで考えてみます。おい、土の子、誰に話しかけてんだよ。自己中に話す？ベカベカ、何かわかった？いや全然わかんないな。沖縄博士じゃ。やっぱそうだよね。さ、じゃ知ってんだったら先にそっちから言えや。そっちから言ってくんさい。あ、グリーンじゃねえか。おう、土の子に悪の子。二人ともなんとなくたくましくなったようじゃない。いや、僕らは全くたくましくなってません。ミュウツーがたくましいだけです。ちょうどよい。二人に紹介しよう。こいつはわしの孫。名前は、おい、孫の名前ぐらい覚えとけ。じいさん、そういう冗談はいいって。それに俺たち、もう知り合いだからな。なんじゃ、つまらんの。やれやれ。まあ、それはそうと。土の子、丸の子、すごいじゃねえか。え？ロケット団だよ。まさかあの時シルフカンパニーにボスがいたなんてな。それを二人でやっつけたんだろ。ボスの榊は土の子が一人で、俺はちょっと手伝って。もうまさに僕がミュウツーに言う言葉だよね、それ。いいじゃねえか、悪の子だって頑張ったろ。よしよし、じゃあ二人にご褒美な。すげえ上から目線、先輩風吹かせやがって。キーストーンか。おお、キーストーンではないか。進化を超える進化、メガ進化を持って、メガミュウツーになれる？メガ進化？何それ？キーストーンとメガストーン、二つの石があれば、勝負の時に一度だけポケモンがメガ進化できる。トレーナーのためにパワーアップしてくれるのじゃ。いわばポケモンとトレーナーの固い絆の証じゃ。ここで一句。石二つ、心一つでメガ進化。大木戸、心の俳句。二人なら使いこなせるはずだぜ。メガストーンはこれだ。不思議場ナイト、リザードナイト、リザードナイトは、メガミュウツー、来い。あ、来なかった。メガミュウツー X が欲しかった。ピカピカ、どうした？ピカーチ。どうした？何か見つけたのか？自分もメガ進化になりたいって？あら、ピカチュウちゃん。何してるかって？お花を摘んでるのよ。花束にして大事な人にあげるの。土の子ちゃん、今の内緒だからね。誰？そういえば、トキワシティのジムリーダーが戻ってきたんだって。さあさあ、トキワシティにゴーゴー。めっちゃでかい花、よく見たら。トキワのジムリーダーが帰ってきたぞ。どれどれ。拝見してやろうじゃねえか、お顔を。アース未来のチャンピオン、トキワのリーダーの正体は俺にもわからん。え、帰ってきたんじゃないの？ただバッジを7つ持ってるお前には挑戦の資格があるだろう。俺に言えることは、ここのリーダーは今までの誰よりも強い。それとどうもこのジムには地面タイプポケモンの使い手が集まっているらしい。そうか、やだな。地面タイプといえば自己中が大の苦手な。トキワのジムリーダー、いや、ロケット団団長、榊。ははは、ここは俺の隠れ家だ。ロケット団復活の日まで、このジムで、体勢を立て直すんだ。しかし、君に見つかってしまっては、しょうがない。今度は手加減なしだ。では、今一度、最強のトレーナー、榊の腕前を見よう。
最後の因縁の戦いが始まる。初手はダグトリオか。いいだろう。行け、ミュウツー。ジムバッジを7つ引き継ぐ。携えた今、俺のミュウツーは無敵となった。シャドーボール。機関はシャドーボール。言うことを聞かないと思ったか。もうミュウツーは思い通りなんだよ。サイコキネス。初手から全力でいってやる。ポケモン最強のミュウツーをとくと味わえ、サカキ。ふん、弱いわ。もう居眠りすることもそっぽを向くこともない。俺のミュウツーは最強になった。サイコキネッス。あっけない、これがロケット団の団長か。激しい戦い。いや、全然激しくないんですけど、ずーっとミュウツーのターンだから。君の勝ちだ。今その証にグリーンバッジを渡そう。やったね、ピカチュウ。いや、ピカチュウ何もしてねえけど。グリーンバッジさえあれば、すべてのポケモンが、親が誰が、誰でも、どんなレベルが高くても、言うことを聞く。君が一人前のトレーナーになったら証だ。これでポケモンリーグに挑むことができるだろう。この技マシンは、ポケモンリーグへ挑む君への選別だ。技マシン41、自信をもらった。俺が昔ここでポケモンジムをやってる時、作ったものだ。このような負け方をしては部下たちに示しがつかない。ロケット団は本日をもって解散する。私はポケモンの修行を一からし直すつもりだ。いつの日かまた会おう。さらばだ。ここが隠れ家だったんだ。へえ。で、どこ行ったの？自分から家出て行っちゃったけど。おめでとうさん。それにしても全くびっくりしたぜ。まさかジムが隠れ家にされてたとは。よし、決めた。時はジムが、は、俺が面倒を見る。いろいろ縛られたくねえから断ってきたけど、覚悟決めたぜ。俺はジムリーダーになるよ。賛成です。勝負したくありません。俺様がいる限り、関東地方は永遠に安泰だぜ。さて、いよいよポケモンリーグだな。ここから左に22番道路を抜ければすぐだぜ。四天王は強いが、ツチノコ負けるなよ。よし、四天王に会いに行くぞ。行こう、ミュウツー。追いついた。俺もグリーンバッジ手に入れた。これでポケモンリーグに行ける。四天王はものすごく強いって聞いた。でも行くしかないよな。どのぐらいの覚悟なんだ。育てたポケモンで見せてくれ。お、グリーンじゃねえや、ワルの子ライバル君は何を持ってるんだ。どれどれ、まずはピジョットか。これはピカチュウで、あっという間だろうな。あ、ミュウツーだった。育ててないんだ。ここでミュウツー、まさかのピジョットにシャドーボール。土の子氏はタイプ相性をご存じないようですね。その間ピジョットは砂かけ。これでミュウツーの命中がガクッと下がった。そしてミュウツーのサイコキネシスは当たらなくなりました。命中率下げられまくった。やばい、ちょっと待って。ミュウツーがまさか。ミュウツーの命中率はゼロよ。もうやるじゃねえか、やるじゃねえか、マジで。この野郎、
俺のミュウツーを。お、すごい頭いいね、電光石火使ってくるなんて。よし、ミュウツーに交代だ。シャドーボール。さらばだ。やべえ、環境破壊ポケモンだな、ミュウツーは。ここまで育てても勝てないのか。ミュウツーはな、ミュウツーは育てるとかそういうレベルじゃねえんだよ。俺はツチノコのこと引っ張ってやらなきゃって小さい時から思ってた。でもトレーナーの才能はツチノコの方がずっと。嘘つけ。誰もそう思ってないと思う。悔しいって気持ち初めてなんだ。それだけポケモンが楽しいってことかな。どうしてもまだ負けを認めたくないんだ。バカみたいだけど、ここは先に行かせてくれ。いってらっしゃい。わあ、かっこいい音楽。ここから先は本当に強いポケモントレーナーだけが通れます。それは確かにグレーバッチ。どうぞ通ってください。何これ、墓標みたいな。怖いね。やっべえ、かっこいい。ブルーバッジを持った者だけが進める。へえ、ここか。ここはチャンピオンロード、ゲートポケモンリーグ。ピカチュウ燃えてるんだが。ね、ピカチュウが燃えてる。よし、来たぞ。とうとうやってきたんだ。自己中、自己中心的にミュウツー使ってここまで来ちゃった。頑張ろう、頼んだよ。ドキドキ。おっす、未来のチャンピオン。ポケモンリーグ四天王は4人続けて勝負するルールだ。負けたら1人目からやり直しになるぞ。これが最後だ。さて行こうぜ、ミュウツー。頼もしい背中だ。ポケモンリーグへようこそ。やっと来たわね、遅いじゃない。改めて名乗るわ。私が四天王のカンナ。氷ポケモン使わせたら右に出る者はいない。相手を凍らせるってとっても強力よ。だって凍っちゃったらあなたのポケモン全然動けないんだから。じゃあ覚悟はいいかしら。ズーン。なんちゅう顔してんだ。氷ポケモンか、ジュゴンか。まずはよし、消え去れ。お前の顔これに変えてやるぜ。新しい顔よ。おお、すごい、さすが耐えた。初めて耐えられた。やるなあ、ラプラス。さすが体力お化け。初めてミュウツーの攻撃耐えるやつが出たわ。最後はヤドランか。今日の夕食はヤドランの尻尾だ。なんてことなの。ここまで強くなったのね。わかった、次の部屋に進むといいわ。だけどポケモンリーグ真のパワーはまだまだ。こんなものじゃないわよ。俺は四天王の牙。人もポケモンも戦い鍛えればどこまでも強くなる。
俺はそんな鍛え抜かれた格闘ポケモンたちと共に生きてきた。そしてこれからもな。土の子と言ったな。俺たちのスーパーパワーを受けてみるがいい。もう自分がポケモンになればいいじゃん。ポケモンみたい。自分も出ちゃえ、もうトレーナーじゃなくて。鍛えた腹筋耐えられるかな。残念だったな。ミュウツー X になりたかったな。格闘ポケモン。ミュウツーに一つも触れられずに終わるか。どこが鍛えたというのだ。お、77になった。語呂がいいね。 CP1 万だからミュウツー。俺が負けるとは。ミュウツーに指一本触れられなかったじゃん。負けちまったら俺たちの出番は終わりだ。さあ次に行ってくれ。私は四天王のキクコ。あんた大木戸のジジイに可愛がれてんだって。ジジイ昔は強くていい男だった。今じゃ見る影もないがね。ポケモン図鑑作ってるようじゃダメだ。ポケモンは戦わせるものさ。土の子、あんたにも本当の戦いってものを教えてやるよ。ふぅ。私も本当の戦いというものをお見せしよう。圧倒的な力こそ全て。圧倒的な力ほど正解なのだ。正義なのだ。行け、ミュウツー。今から圧倒的な強さをお見せしよう。ほぉ、ゲンガーか。確か、初代では友達がいないとゲットできないポケモンで有名だよな。サイコキネシスだ。まだゲンガー持ってんのか。ゲンガー2体持ち。サイコキネシスだ。シャドーボールなんて打たねえぜ。大したもんだよ。あんたのミュウツー。ミュウツーしか大したことないけど、あんたの勝ちだ。ジジイが目をつけるだけのことはある。もうこれ以上私が言うことはない。次の部屋に波紋だろうな。大木戸博士の派閥から波紋だろうな。僕、ポケモンはポケモン GO から連れてきて育てずにミュウツーだけで突き進んでいる。そうか、君が土の子。俺はドラゴン使いの渡る、四天王の大将だ。知ってるだろ、ドラゴンは聖なる伝説の生き物だ。全然ドラゴンっぽくねえ。リザードンの方がむしろドラゴンっぽい。捕まえるのが難しいけど、うまく育てりゃ強さは天下一品だ。体も丈夫だし、小手先の攻撃も無駄さ。さてと、そろそろ始めよう。それとも今から尻尾巻いて帰るかい、土の子。どれどれ、初代のドラゴンの強さ、とくと味わおうじゃないか。シードラ、確かにドラゴンっぽいね、うん、ドラゴンっぽいけど水だよね。ドラゴンついてないよね。シャドーボール、確かにドラゴンっぽいよね。ドラゴンタイプじゃないけど、シャドーボール。確かにドラゴンっぽいよね。ドラゴンじゃないけど、シャドーボール。うわ、耐えられた。うわうわ、やるじゃねえか。全然ドラゴンタイプ出てこねえ。サイコキネシス。ラストはドラゴンタイプで、正真正銘ドラゴンタイプだけど、全然ドラゴンっぽくねえ。サイコ、あ、間違えて瞑想打っちゃった。コントローラーがふわふわしてるんだもん。ちなみにモンスターボールプラス使ってます。
出た激凛。おお、やるね。ミュウツーにここまで傷をつけるとは。サイコキネッス。よし。悔しいが、君のポケモンの腕は本物だ。やったぜ。四天王を打ち破った。ドラゴン軍団が負けるなんて信じられない。土の子、これからは君がポケモンリーグチャンピオンだ。来た!と言いたいところだが、なんだと?実は君はもう一人戦わなくてはならない。そのトレーナーは、え?まさか?やあやあ、土の子。わたるくんに勝利おめでとう。なんじゃ、そんなに驚いて。はは、いや、タイミングが良すぎたようです。土の子、君が戦うのは、大木戸博士!ではなく、悪の子だ。彼は君よりも早く、俺たち四天王に勝った。今や彼こそポケモンリーグ、真のチャンピオンなのだ。その通り。これまでは四天王すべてに勝ったトレーナーをチャンピオンとして記録していただけだった。だがこの度、チャンピオンを正式にポケモンリーグに置くことになったんじゃ。博士は新しいチャンピオンの誕生を見届けるためにいらしたのだ。ロケット団の事件を解決した土の子や、悪の子何したんだよ。僕、榊とかとめちゃくちゃ戦ったり、なんだりしたぞ。ミュウツーがだけど。さあ、向かうがいい。決戦の舞台へ。カイリュウめっちゃ喜んでるやん。さて、最後ぐらいちゃんと戦いますか。悪の子になんか負けないぜ。俺の自己中は。最後のチャンピオンは正々堂々と戦うと宣言した土の子。自己中にミュウ、不思議花リザードン、ラプラス、すべてのポケモンを使ってチャンピオン悪の子と渡り合えるのか。そしてなぜかミュウツーが悪あがき。次回、激闘チャンピオン。お楽しみに。